ボルム写本とはアイスランドに伝わっていた洋騎紙の写本である。1350年頃の成立とみられている。1623年にアイスランドの学者からデンマークのルーン文字研究者オールボームに送られたことからこの名前で呼ばれている。スノーリストルルソンのエッカーを現在に伝える重要な写本の一つである。ボーム写本、ボルム本、ボルム写本。 ウォルミアヌス社本とも。デンマークの学者オールボームはルーン文字の研究を行っていたが、コノルド語がアイスランド語に近いことに気づき、1623年にアイスランドの学者に協力を求める手紙を送った。その結果オールボームは、ホーラル監督監督の司教ソルラークルスクルーラソンや、ソルラークルを通して、サッカーアルングリームル・ヨーンスソンなどの地偶を得ることができ、 そしてアルングリームルの発案でソルラークルからオールボームにアイスランド語の写本が送られることとなった。この時送られた写本が今に言うオルム写本である。現在はコッペンハーゲン大学のアルナマグネア研究所所蔵となっている。この写本にはアイスランドの詩人スノーリストゥル,ルソンが表した詩の教本エッタが収められていた。またエッタの他にも ルーン文字の音化などに関する論文が4点、収められていたという。ありがとうございます。